はい、どうも、バサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、超マニアックな動画になるんですが、ここにですね、マイク2つあると思うんですけど、ここのマイク自体の、話ではなくて、この支えるこのマイクスタンドの、比較の動画になります。普通だとマイクスタンド1個あれば十分だと思うんですけど、だって口1個しかないので。なのに、まぁ、ちょっと2つあるっていうね、こういう状況の人が、まぁ、いたので、まぁね、比較してみようかなという感じです。で、比較対象にするのが、こちらにあるですね、ロードから出ている PSA-1 というですね、マイクスタンドと、こちらブルーから出ている、コンパスという、マイクスタンドになります。で、在宅勤務がね、だんだん長くなってきたので、まあ、マイクをね、いいもの買われた方たくさんいらっしゃるとは思うんですが、その次に迷うのって、こういうマイクのね、アームみたいなのを、まあ、買ってみた方がいいのかなっていうのを多分検討すると思います。で、その中で、まあ、1万円を超える、まあ、高級機ってなってくると、大体この2つ、PSA-1 とブルーのこのコンパスが、まあ、出てくるので、まあ、せっかく僕はね、これね、2つなぜか持っているので、どちらもですね、まあ、半年以上使っているので、まあ、どっちが良かったのかっていうところを話していきます。まず最初に価格です。ブルーのコンパスの方はですね、約1万4000円で Amazon で売っています。対して、ロードの PSA-1 は約1万2000円ぐらいで売っているので、まあ、価格に関しては、まあ、どちらも、まあ、1万円超えてしまうんですけれど、若干、PSA-1 の方が、まあ、安いという感じです。まずは、台座についてです。台座なんですが、こちらブルーのコンパスのものになります。で、これなんですけれども、上の部分をつけると、デザイン的にはですね、つなぎ目がないようなデザインになるので、すごくね、デザイン的にはこっちがすごくかっこいいなっていうふうに思います。それとですね、こちらの方が、まあ、面積が小さいのもあって、で、机に挟んだ時にこちらの方が、まあ、少ない面積で、取り付けることができるっていうところがあります。この回す部分なんですけども、ここもね、デザイン的にしっかりしていて、それでいて回しやすいような構造になってるんで、この部分もね、すごくいいなというふうに思ってます。続いてこちらがね、ロードの PSA-1 になります。こちらもね、別にデザインが悪いっていうところは、まあ、全然ないかなっていうふうに思うんですが、さっきも言った通りですね、こっちの方が大きいので、机のスペースが、若干必要だよっていうところと、あとこの下の僕回す部分がね、ちょっとしょぼいなっていうふうに思ってて、常にね、これね、ゆるゆるなんでカチャ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 なるんですよね。で、まあ、この構造の方が、その机のね、いろんなものがあった時に邪魔にならなくて閉められるっていうメリットもあるんですけれども、若干このカチャ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 なってるところは個人的には気になるっていうところです。なので2つ使ってみて、やっぱ台座の良さっていうところではこちらのね、ブルーの方がいいかなっていうふうには思いました。続いてアーム自体のデザインなんですが、これは、ブルーの、コンパスの方が、まあ、圧倒的にいいかなというふうに思っています。デザイン自体もですね、すごくクリーンですっきりしたイメージになりますし、金のアクセントがね、やっぱね、非常にかっこいいなっていう風に思います。あとはですね、ケーブルを隠す機能があって、アームの上部のところにですね、溝があって、そこの中にケーブルを隠すことができるので、まあ、まるでね、見た時にケーブルがないような、構造にもできるっていうところも、ブルーの、コンパスの、まあ、いいところではないかなという風に思います。で、対して PSA-1 の方はですね、いわゆるマイクアームのような、まあ、デザインになってしまうので、それはそれで、まあ、すごくいいところでもあるんですが、まあやっぱりね、どっちの方がかっこいいかと言われたらブルーの方がいいかなというふうには思います。あとケーブルに関してはですね、どうしても外にまあ見えてしまうっていう構造になっているのと、あとはこうマジックテープで留めるっていう感じになっているので、このマジックテープっていうところもちょっとかっこ悪さがね、あるかもしれません。なのでまあデザインに関してはですね、ブルーのコンパスがいいかなというふうに思いました。次にですね、こういうアームとかによくあるミシミシした音とかギシギシした音が鳴るかどうかっていうところなんですが、こちら2つともですね、やっぱ高級機だけあって、どちらも音は鳴らないです。なので、打ち合わせ中とかに、まあ、マイクの位置を変えたとしても、なんかね、ギシギシした音が入っちゃうってことは全然ないんじゃないかなというふうに思います。続いて、設置時の調整のしやすさっていうところなんですが、ロードの PSA-1 の方がこちら圧倒的に良かったなと思ってます。ブルーのコンパスはですね、こことここの部分ですね、こう調整する締めるところがあるので、この外に出てる部分はここにあるんですけれども、それ以外にですね、この取ってこの下の部分にですね、その六角ネジみたいなのを入れてギュッと締めたりとか緩めたりっていうところをしなくてはいけないんですね。なのでこれだと緩かったなっていうふうに思ったら、これいちいち取ってここをね、六角ネジを入れてギュッと締めたりとかってしなきゃいけないので、かなりめんどくさいし重労働になるので、調整は本当シビアだし、しづらいなっていうふうに思いました。なので、まあ、マイクを変えたりとかしたら、まあ、またその重さ変わるので、変えなきゃいけないっていうふうになった時に、またこれね、抜いてで、この下をね、またギュッとやったりとかしてっていうのをやんなきゃいけなくて、まあ、それはね、本当ね、使っててね、めんどくさかったなっていうふうに思ってます。対してロードの PSA-1 は、まあ、
調整が結構楽でした。そんなになんかギュッと締めなきゃとか緩めなきゃみたいなことを何度も調整するってことも僕の中ではほとんど、必要がなかったという感じです。でさらにですね、ちゃんと、ネジで回す部分に関しては、見えているので、さっきみたくね抜いてもう一回調整してもう一回取り付けてどうかなみたいなのはやんなくて全然大丈夫ですね。続いてマイクの位置の取りやすさっていうところなんですが、これもですね PSA-1 の方が良かったです。いろんなところにですねピタッピタッという風に止まりますし、自分の持ってきたい位置にやっぱ持ってこれるので、やっぱりマイクっていうのは口元にね近い方がやっぱり良かったりもするので、そこのピタッと止まる感じに関しては PSA-1 の方が良かったと思ってます。ブルーのコンパスもですね別に止まらないわけではないんですけれども、例えばこういう風な感じでね遠く離した際にはどうしても重くてこうぐーっと倒れちゃうっていうところがあるんですよね。対して PSA-1 は結構遠くに離したとしてもぴったり止まってくれるっていう強さがあるので、ここら辺のねピタッと止まってくれるっていうところに関しては PSA-1 の方が良かったなというふうに思っています。はい、というわけで今日はですねロードの PSA-1 と、ブルーのコンパスを半年以上ね、使ってきたので、どっちがいいのかっていう話をちょっとさせていただきました。どちらを買ったとしてもこのマイクが支えられなくて困るってことはもう全然ないかなと思ってますし、やっぱ1万円超えるものなのですごく両者ともいい製品ではないかなっていうふうに思います。でじゃあ僕はどっちをおすすめなのかっていうと、PSA-1の方がおすすめですね。なんで PSA-1 の方がおすすめかっていうところと、やっぱりピタッて止まるところですね、調整が楽っていうところとピタッと止まるところ、やっぱり一番重要なのは自分の口元にちゃんと持ってくれるマイクスタンドであることっていうことがやっぱり重要かなというふうに思ったので、その点を僕は重要視したので PSA-1 の方がいいんではないかなというふうに思ってます。ただブルーの方が圧倒的に見た目はいいですし、そのケーブルが隠せる構造っていうのは、めちゃくちゃいいなっていうふうには思ってるので、やっぱりなんかこうライブ配信とかで使うためのマイクスタンドを探してるよ、かっこいいマイクスタンドを探してるよという方に関してはブルーのコンパスいいんではないかなというふうに思いました。はい、というわけで今日はですねかなりマニアックなマイクスタンドっていうねものの、レビューというか比較動画になったんですけれども、このあたりってどうなんですかっていうのが気になる点があればコメント欄に書いていただければね、僕の方で分かる範囲で答えようかなと思うので、何かあれば、コメントの方よろしくお願いいたします。興味が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。